昨日はバレンタインデーでしたね。日本では女性から男性へチョコレートと共に愛の気持ちを伝えるとして長らく親しまれていますけれども、最近ではもうその風潮もなくなってしまって、推しのためだったり、友達同士で交換したり、なんなら、 自分へのご褒美として、普段は食べない高級なチョコレートを食べるようになってるそうです。バレンタインデーに頼らなくても、いつでもどこでも気持ちを伝えられるオープンな世の中になってきてるんでしょうね。しかし、自分の気持ちを言語化するのが難しい。そういう人にとっては、 バレンタインデーでチョコレートを渡せば気持ちが伝わるという手っ取り早さに頼らざるを得ないと考えているかもしれません。ところが、そんな時に役立つデジタル技術があるんです。それが生成 AI です。生成 AI と言われて、 最初に頭に思い浮かぶのがチャット GPT だという人は多いでしょう。ですが、2024年2月8日にジェミー y 2という AI を使えるアプリがリリースされました。ジェミー y 2というのはあまり耳慣れない AI の名前かもしれませんが、これは Google 製の AI なんですよ。デジタルグッズを使って日常を便利で快適に過ごせるように何か一つでもプラスになる情報をお届けしたい。そんな思いでシステムエンジニアが IT コースとして日本全国を駆け巡っているデジタル教室です。今回は Google の最新 AI ジェミニについて お話ししましょう。Google の生成 AI として、もしかすると、バードという単語を聞いたことがあるかもしれません。このバードが、今回のアプリを提供を機に、ジェミニにへ名称が変更されます。ですから、 バードで行っていたようにチャット形式で私たちが投げかけた疑問にジェミニが答えてくれます。また Google マップや YouTube といったサービスと連携して検索結果を表示することだってできます。Google が提供している多くのサービスと AI が連携できる。これが チャット GPT とは大きく違う部分で注目されるポイントなんですよ。さらに、Google アシスタントのようにジェミニを利用できるように設定できるのも非常に強力です。Android を搭載しているスマホやタブレットなら、わざわざジェミニのアプリを起動しなくても、 Google アシスタントを呼び出すボタンの長押しでジェミニ2を呼び出せるようになるんです。Google アシスタントという単語からスマートスピーカーが頭に思い浮かんだ人もいるかもしれませんね。Google の提供しているネストハブでの利用についてはタイマー設定や通話、 スマートフォームデバイスの制御など、Google アシスタントの多くの音声機能を、ジェミニアプリを通じて利用できるようになる予定です。もちろん、さらに多くの機能をサポートするということですから、こちらも期待が高まります。そんなジェミには、 無料で使用できるんですけれども、その上位版となるジェミニウルトラを利用できるサービスとして、ジェミニアドバンスドも用意されています。ジェミニシリーズで最上位の能力を利用できるようになりますが、こちらを利用するためには、Google のサブスクリプションとなる Google One の新プラン、Google One AI プレミアムプランを月額2900円で契約しなければなりません。Google One AI プレミアムプランでは、2TB のストレージ、最大5人での共有など、月額1300円で提供されている、 既存の Google One プレミアムプランと同じ特典を利用できます。では、サブスク契約してまで、このジェミニアドバンスドを使うべきなのかどうか気になるところでしょう。ジェミニアドバンスドでは、コーディング、論理的推論、ニュアンスを含む指示の理解など、 処理できるタスクの能力が大幅に向上するそうです。ただ、こういう風に言われても、あまりピンときませんよね。例えば、何かを勉強するときに、ジェミニ・アドバンスドを使ってみると、学習に合わせた段階的な説明をしてくれたり、例題や、 問題文の作成などを行ってくれます。まるであなた専属の家庭教師のような使い方ができるんですよ。さらにトレンドを分析して新しいコンテンツを生成したりビジネスを加速させて拡大させるための改善といったブレインストーミングなど ビジネス用途にも活用できます。当然ながら、サブスク契約をせず、無料のジェミニでも同様のことを行えますが、より緻密に、そして精度の高い結果が欲しいなら、やはりジェミニアドバンスドを利用した方がいいかもしれないです。このように、 AI を利用することで今までなら時間のかかっていたことを簡単に済ませることができるようになります。自分だけでは解決できないこと、家族や友達、チームとして取り組んできたことを Google のジェミニがあなたのパートナーとしてサポートしてくれるようになります。 こう表現すると、なんだか気が引けてしまうかもしれませんね。AI を活用するのに、木なんか使わんだってええんですよ。どんなことだっていいんです。冷蔵庫に入ってる食材の残りで作れる夕食相談したり、それこそ最初にお話しした、 言語化できない自分の気持ちを相手に伝える方法とか相談したらええんですよ。ジェミニやジェミニアドバンスドが答えてくれることが絶対に正解なんてことはないんです。ですが、一人で思い悩んで何もできなかったことを行動するきっかけになるヒントにはなるんですよ。 よーし、早速じゃあ、ジェミニを使っちゃうよー。ダウンロードしちゃうよー。そう焦るかもしれないんですけど、現在、ジェミニのアプリを日本のアプリストアからダウンロードすることができないんですよ。ですから、概要欄に掲載している URL から、 ウェブブラウザーでジェミニーを利用してみてください。デジタル教室では毎週木曜日のお昼12時に聞いていただけるようにポッドキャストを配信しています。YouTube ュージックでは過去に配信した内容を再編集、再収録した音声を毎週水曜日に配信しています。また、IT やパソコンの用語解説を毎日 YouTube のショート動画でも配信していますので概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室からあなたに、プラス、 One.